シルクイートドエストリルは、ポルトガルのエストリルにあるサーキット。かつては4輪の F1 ポルトガル GP や2輪の WGP ポルトガル GP が行われていた。1972年に完成した後は、会議レースなどが行われてきたが、1984年より、会一が開催されることとなり、以後1996年まで13年連続で開催された。 その間には温暖な気候もあり、シーズンオフなどに、会一マシンのテストコースとしても利用されてきた。しかし全体的にランオフエリアが狭い上、ホームストレートも非常に狭く、ピットの入り口が急カーブになっていることから大きい、事故が多発した。1990年には、アレックス・カフィの事故により受周を残して赤旗終了。1992年には、 ピットロードに入るために急減速したゲルハルトベルガーにリカルド・パトレーゼが追突。パトレーゼのマシンがあわやホームストレート上の看板に激突しかける大事故となった。1995年にはスタート直後に片山右京のマシンが宙を舞い、狭いホームストレートをマシンが転がり回る事故が発生するなど重大事故が多く発生した。 1994年以降のサーキットの安全基準強化の流れもあり、1997年に主にコースの整備や安全面等に問題があるとの理由で、開一カレンダーから外れることとなった。2000年にコースの一部が改修され、全長が現在の 4.16km になったは2000年から2012年までポルトガル GP が開催された。2020年に、 海市とモートジッピーのポルトガル GP が復活したが、いずれも開催地はポルティマオに変わった。ホームストレートの長さは986メートル。ストレートエンドの1コーナーと2コーナーは以前は豪快な高速コーナーだったが、安全面から通過速度を落とすように変更された。3コーナーのヘアピンを過ぎると、4コーナーのヘアピンにかけて上り坂になる。 4コーナーを立ち上がると一気に加速し、高速5コーナーを経てミドルストレートへ。6コーナーのヘアピン侵入はパッシングポイントとなる。また、立ち上がりを重視すれば7コーナーでもポジションアップを狙うことができる。7コーナー先は中速コーナーだったが、ガードレールがコースに近く危険なため、1994年から上り坂のタイトな試験に変更された。 最終コーナーのパラボリカは長い180度ターンでホームストレートに向けての加速が重要となる。1996年のポルトガル GP ではジャック・ビル・ヌーブがミハイル・シューマッハをアウト側からかわす大胆なオーバーテイクを成功させた。なお、パラボリカは1994年のポルトガル GP からコーナー内側に同年のサンマリの GP で打開したアイルトン・セナの 慰霊碑が建てられ、名称もパラボリカ・アイルトンセナとなった。サーキットが海の近くに位置するため、走行中に風の影響を受けやすい。ありがとうございます。